ケン・ローチは、イギリスの映画監督、脚本家。政治活動に熱心で、労働者階級や移民、貧困などの社会問題に焦点を当てた作品を制作している。1936年6月17日、イングランドオリックシャー州ヌニートンで生まれた。イギリス空軍に2年間従軍した後、オックスフォード大学のセントピーターズカレッジで法律を学んだ。在学中は、 コメディグループのオックスフォードレビューに俳優として参加していた。卒業後の1962年、BBC に入社し、テレビシリーズの演出を務めた。1967年、長編、夜空に星のあるようにで監督としてデビューした。2作目のケスは英国アカデミー賞作品賞と監督賞にノミネートされた。しかし、 社会問題への市民の関心の低さや政治的な検閲が原因となり、1970年代から1980年代にかけて長い不遇時代を過ごした。1990年代に入り、労働者階級や移民を描いた作品を立て続けに発表。そのうち、ブラックアジェンダ、隠された真相とレーニングストーンズがカンヌ国際映画最新サイン賞リフラフと 第一と自由がヨーロッパ映画賞作品賞を受賞し国際的に評価されるようになった。1994年には第51回ベネツィア国際映画祭で栄誉金失賞を受賞した。2003年高松の宮殿下記念世界文化賞の映像演劇部門に選出された。ローチはこの賞のスポンサーがウハメディアである 富士山系グループであり、主催者であった日本美術協会会長の瀬島、隆造は、当時の首相、中曽根康弘のブレーンであることも知っていたが、あえてこの賞を受けた。ローチはこの賞金の一部を、日本のどこか適当な労働運動に寄付したいと、考え、国鉄分割民営化に反対したために、JR から締め出された、闘争団を勧められて、ここに寄付した。ローチは、 イギリス国鉄の民営化で労働条件の切り下げやリストラに揺れる労働者を描いたナビゲーターある鉄道員の物語を発表しており、かねてから民営化反対論者であった。ローチは中曽根などからの賞金を受け取って、その金を中曽根が進めた国鉄分割民営化に反対して戦っている人に感破するのはなかなかいいと発言した。2006年、 麦の方を揺らす風が第59回カンヌ国際映画祭に出品され、69歳13回目の出品で初のパルムドールを受賞した。2014年には第64回ベルリン国際映画祭でキンクマ名誉賞を受賞した。2016年第69回カンヌ国際映画祭で障害者差別を背景に雇用支援金の現状を描いた私は、 ダニエル・ブレイクで二度目のパルムドール受賞を果たした。政治的には労働党左派で長く党員だった。トニー・ブレア党首の中道路線に反発して離党したが、左派のジェルミー・コービンが党首になると復党した。しかし、コービンが出却すると2021年8月14日、キアスターマー執行部は先に反ユダヤ主義を理由に除名した者たちと縁を切らなかったことを理由に、 ローチを除名した。スターマー党首は党内最左派の四派閥を禁止する見込みで、反ユダヤ主義を大義名分とした左派粛清の一環という非難が上がった。ローチは粛清の犠牲になった良き友人や同志たちと共にあることを誇りに思う。確かに魔女狩りが行われていると表明した。左翼を認じ、一貫して労働社会級や、 第三世界からの移民たちの日常生活をリアリズムに沿って描いている。作品のスタイルとしては俳優の自然な演技を引き出し、リアルな状況を作り出すことを重視している。そのため、シーンは最初から順番に撮影し、時には即興演技に委ねたり、脚本制作時に結末を意図的に執筆しないこともある。 有名俳優以上に若い才能を好む傾向にある。師匠と仰ぎ、最も尊敬している。本当に、ユーモアがあると2019年9月17日放送、NHK、クローズアップ現代の対談で語った。私は、ダニエル・ブレイクについて、脇の人間たちの描写が見事だと思って、何度見てもやっぱり泣いてしまうのが、フードバンクで缶詰を食べてしまうシーンなんですけども、 と高く評価した。ありがとうございます。